What's up YouTube? さあやってまいりました。今日はですね、 Will Smith の Instagram 翻訳してみたです。はい、Will Smith ですよね。大好きな俳優さん、歌とかも歌ったりもしますよね。そんな Will Smith の Instagram 見ていきましょう。こちら、 Happy birthday to my new brother. I appreciate your wisdomYour kindness and all that you have done for my family. And I know your book is dropping in a couple of days. So happy book day too. Damn, that's a big week. You better meditate and get your head right. とまあね、長く書いてあるんですけれども、ちょっとずつ見ていきましょう。Happy birthday の B day ってなってます。これは birthday のね、birthday の略ですね。B day で birthday ですね。To my, 誰のですか ?To my new brother. ね、新しい兄弟とありますけどもね、仲いい人のことでしょうね、きっとね。I appreciate your wisdom, your kindness, and all that you have done for my family. ね、appreciate には感謝するってことですね。あなたの wisdom、wisdom というのは知恵とか賢さとかね、そういう能力ですよね。なんかこう物知りであったりとか、なんか知恵を貸してくれたりとかね。そういう存在なんではないでしょうかね。はい。そして your kindness、 あなたの優しさということですね。そして all that you have done for my family。 そうです、 all というのにね、ざっと、 all をざっと以下で、すべて、どんなすべてのことなんでしょうかね。あなたが私の家族にしてくれたすべてのことに感謝するよってことですね。はい。英語ではすべてのことって言ってから、どんなすべてのことなのをざっとでつないで、それ以下で説明するっていうパターンがあるんですけどもね、そのパターンですね、これはね。はい。そしてその後、 And I know your book is dropping in a couple of days、ね、そして私は知ってる、あなたの本がもうすぐ発売だということですね。はい。 In a couple of days、 In a couple of days、 はい、数日、あと数日で dropping、 ドロップは落ちるですけれどもね、はい、発売するっていうことですよね。はい、本屋さんに落ちるとでも言いましょうかね、まあ、発売するってことですよね。はい。これなんで B 動詞と ing でね、現在進行形になってるんですか、今発売しているところなんですかって思った方、いい質問です。これはですね、 B 動詞プラス動詞の ing で未来の予定も表すっていう、はい、そういう決まりもあります。そういう表現もできるってことですね。さらに in a couple of days っていうふうにね、時制を表す、ね、言葉がくっついているので、あと数日以内にね、ドロッピングするんだと、本が、あなたの本がドロッピングするんだということでね、はい、決して今ドロッピングしてるわけではないですからね、そこの方読むときに注意してください。 So happy book day 2ってことは、本の誕生の誕生日に引っ掛けてるわけですね。ってことは、本が出る日でもあるんだね、おめでとうってことですよね。そして damn、 はてなマーク、ビッグマーク、マジかよって感じですね。 That's a big week。 そうですね、こりゃとんでもない週になるぞってことですよね。 That's a big week、ね、You better、 この you っていうのは大文字の you ですけどもね、あなたのことですね。こうやって省略したりします、書くとき。 You better、 何々した方がいいってことですね、この表現。 You better、 はい。その後動作をします。Meditate、Meditate、ね、瞑想とかっていうことですよね。はい。そして Get your head right、ね、ちゃんとした方がいいぞってことですね、はい。この週に備えてしっかり集中しろよっていうことを、はい。Get your head right、 直訳はね、あなたの頭を正しましょうですけどもね、あなたの頭を正しましょうイコールちゃんと、ね、しっかりしなさいってことですね、浮かれてるんじゃないよって、しっかりしましょうってことをね、ウィル・スミスさんが伝えてるわけですね。はい。友人へね、向けたメッセージだったんですけども、皆さんもね、こういうところから盗んで、ね、自分の言葉にどんどん変えていっていただいてはいかがでしょうか。というわけで、ここまでご視聴いただきありがとうございました。この動画が面白いなと思ったら、グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いいたします。それでは皆さん、またお会いしましょう。See you again.